えー、皆さんこんにちは、えー、橋本です。えー、本日もう一本だけ動画をなんか急に撮りたくなったので、えー、もう一度アップします。えー、っと、えー、私はあの、えー、成田の寺田本家さんの寺田さんに、えーまあ、不思議系な人を、まあ、お師匠さんがね紹介をしてくださった。 その中の一人を別の動画でアップしたんですけれどもう一つそのお師匠さんって言われている方を私は3回その方のところに一緒に行かせていただいてお会いをさせていただいた方がいますのでそのことをちょっと一度アップしておきたいと思いますあの昔ですね日本あごめんなさい 月光仮面っていうめちゃくちゃ売れたあのテレビドラマっていうか漫画っていうかね、があったんです。月光仮面ってめちゃくちゃ古いんです。えー、っと、僕が生まれる前だから、1958年から59年にかけて、えー、当時のテレビでもう食えるようにたくさんの人が見たという番組です。当時平均視聴率が40%。 最高視聴率が67.8%叩き出したっていう、こういうのがあったんですが、この原作者が川内さんという方です。で、この人は、えー、他にも漫画、日本昔話とか、それからまあレインボーマンなどのヒットするものをさ、まあこう、書かれたんですね。 それから、えー、歌の作曲作詞そういったことも手がけていたみたいで特に有名なのが森進一の「おふくろさんよ」っていうのがの「おふくろさんよ」っていうね <laughs>、うん、これの、えー、作者っていうかなそういったこともされたっていう川内さん。えー、この方が実は えー、その寺田本家さんの私の人生のお師匠さんだよというふうに言われて私は、えー、連れてって別に会わせていただきました、えー、3回行ったかな3回で実際そのお会いしている間は1時間ぐらいででまああのー、な,んかなんていうかなあのー 寺田さんがこう川内さんにインタビューするみたいにしてお話を聞き出してそしてえ川内さんがそれに対して答えてくれるそれを僕らがこうテーブルを囲んでえ話を聞いているそういう感じでしたでえ1時間ぐらいお会いをしたらその家を出てそして外でまあ食事をしたりとかしながらあの寺田さんがその 川内さんのことを教えてくれる。そんなような感じで3回お会いしたんです。で、えっと、もう私が会った時はもう晩年で、えぇ、ー、会って1年か2年ぐらいでその後お亡くなりになってます。だから、本当にあの、貴重な体験を当時させていただきました。で、えっと、この川内さんもですね、 えっと、この月光仮面の時は20代の前半で、もうめちゃくちゃお金持ちで、当時もスポーツカーに乗っちゃってね、もうイケイケどんどんだったんですって。もうすごかったんだって金儲かっちゃって。それが、えー、30過ぎた頃だったかな、35過ぎた頃だったかな、もう要するにま、全く売れなくなっちゃって、でも私がお会いした時は、 もう本当にねもうすかず何だろう本当に年金だけでなんとかなんとか生活しているっていう感じだったで家族もいなかったから一人でなんか住んでてもう家の中なんか散らかっててさ、うん、もう何かあのー、ひどい状態だったで、えー、なんで今回この,この川合さんの話をするかっていうと 実はこのね全く売れなくなった状態がずっと続いて、えー、生活をするのもままならないというそういう苦難をあの味わい始めた頃にあの何て言うかな宇宙からねインスピレーションがバーンと落ちていくしちゃうわけ、うん、それをね常に強調してた。 もともとそのこういうほらこの何月光仮面だとか日本昔話とかいろいろこうねこう書けるような漫画家さんだったからもともとこのインスピレーション能力っていうかさそういう発想能力はもともとたけてたんだねたけてたんだけどこの全く売れなくなって もう、ニッチもサッチもいかないそういうタイミングに来た時に神様からすごいメッセージが来ちゃうわけで、えー、何が来たかっていうとまあ有名なあのお経っていうかなに「般若心経」ってあの知ってるねえ「色足ぜ空空足ぜ色」って言ったかなねうん そういったことがまあ書かれてる、まあこれ,おこれお経になってるんだけど、これがね、一気にドカーンと入ってきて、全部意味が分かっちゃったって言うんだよね。うん。もうね、突然分かっちゃう。うん。全て分かっちゃう。電源、電、なんていうの雷が自分に落ちてきたみたいに、ドカーンてきてそして、えー、その時に、 これを僕は漫画家だから漫画として分かりやすくこの「般若心経」の解説本を書こうっていうふうに決めてねそれを書き始めるわけねでその本を当時あの読ませていただいたうんでもうね残念なんだけど出版社も潰れちゃった うん、でご本人ももうご高齢であのー、残っている本を、えー、わた私たちにこう、まあ、見せてくれる貸してくれたんだったっけなうんちょっとあんま覚えてないやその漫画を一時期、えー、読んでた、うん、だけどその本はどうしたんだ 忘れちゃったなでも売ってないの絶版で、うん、そういうことをあのその時語ってくれてたそれでねえっ、ー、とね要は世の中に起きている現実は全く意味がないよっていうことなの要は、うん、そこに起きている現実の現象に対して人間が 勝手にそこに意味をつけてるんだよっていうことを言ってるわけ。簡単に言うよ。本当にかいつまんで言っちゃうと。ね。すべての現象に対して、いいとか悪いとか、そういったことはね、一切ないんだよっていうことを、結局、般若心経は言っているわけ。で、けど、その般若心経をずっと唱える、マントラみたいにね。ずっと唱えるだけで、 要は意味なんかわかんなくたっていいんだって。ただ唱えるとその発した言葉、音をまた自分が聞いて宇宙の真理をわかんなくていいんだけど聞くんだって。これが大事なんだってって言ってた。うん、でね、えー、っと、インスピレーションをもとに僕の顔を見て で、湧いてきたものをこうね絵に描いてくださったんだよね即興でバーってうんもう今その,あの額に入れてたんだけど一時期えっ、ー、と引っ越した時に処分しちゃったかなでそこに来た他のゲストの方の、うん、もみんな描いてくださったうんで描いてる間は あのなんかね憑依されてるのかわかんないけどこうねかか,さらかかさられてるっていうの宇宙にあのほら、うん、自動書記の話は他の動画でしてるけどそれの何て言うんだろう絵だね絵自動書記版絵んかね観音様風だったりなんかね女性のこうなんかこう きれいな着物を着たような雰囲気だったり、うんでね、色もねあの、金を使う人もいれば紫で絵を描いてくれる人もいたり緑だったりなんかねいろいろだった、うん、要はねインスピレーションのまんまに描いてくれてた不思議だったな、うんえー、寺田さんのね、お師匠さんの、えー、一人としてその 月光仮名の作者だった川内さん。うん、えー、もう今もう亡くなってもうお会いできません。でもやはりその人もやっぱりこう神がかってたな、うん、不思議な人でした。うん、まあええー、取り留めもないねお話でまあこの川内さんの話はもうこれぐらいでもうこの一本の動画で終わらせます。 あのとにかくあのインスピレーションがあって絵を描いたよそれからあのインスピレーションが落ちてきて般若心経をすべて一瞬で理解しちゃってそれを漫画で描いて一旦出版したよとだけどその出版社も、えー、倒産しちゃって絶版になっちゃったよということですまあ,あ,のた,あのたわいもないあの話でしたけども一、えー、本。 動画を撮らせていただきました。ありがとうございます。